松川事件。松川事件は、1949年、昭和24年、8月18日に、福島県の日本国有鉄道、国鉄、東北本線で起きた、列車往来妨害事件。日本の戦後最大の冤罪事件に挙げられる。下山事件、三鷹事件と並んで、 第二次世界大戦後の国鉄三大ミステリー事件の一つと言われており、容疑者が逮捕されたものの、その後の裁判で全員が無罪となり、真犯人の特定逮捕には至らず、未解決事件となった。概要。三鷹事件から約1ヶ月後の1949年昭和24年。 8月17日午前3時9分頃、福島県忍郡金谷川村、現福島市松川町金沢を通過中だった青森発上野行き上り412旅客列車 C51 型蒸気機関車133号機検員が突如脱線転覆した。現場は 東北本線松川駅、金谷川駅間のカーブ入り口地点。当時は単線。伏線化後の現在では下り線。であり、先頭の蒸気機関車が脱線転覆。後続の荷物車2両、郵便車1両、客車2両も脱線。機関車の乗務員3人。49歳の機関士。 27歳の機関女子、23歳の機関女子が死亡した。現場検証の結果、転覆地点付近の線路継ぎ目部のボルトナットが緩められ、継ぎ目板が外されているのが確認された。さらにレールを枕木状に固定する犬釘も多数抜かれており、長さ25メートル、 重さ925キロのレール1本が外され、ほとんどまっすぐなまま13メートルも移動されていた。周辺を捜索した結果、付近の水田の中からバール1本とスパナ1本が発見された。捜査の経過、下山事件、三鷹事件に続く鉄道事件として世間の注目を集め、 事件翌日には内閣官房長官の増田兼七が三鷹事件などと思想定流において同じものであるとの談話を発表した。捜査当局はこの事件を当時の大量人員整理に反対し東芝松川工場、現北芝電機、労働組合と国鉄労働組合、国労、 構成員の共同防御による犯行とみて捜査を行った。事件発生から24日後の9月10日、元国鉄線路港の少年が傷害罪で別件逮捕され、松川事件についての取り調べを受けた。少年は逮捕後9日目に松川事件の犯行を自供。 その自況に基づいて共犯者が検挙された。9月22日、国老院5名及び東芝老組員2名が逮捕され、10月4日には東芝老組員5名、8日に東芝老組員1名、17日に東芝老組員2名、21日に国老院4名と、合計20名が、 逮捕者の自白に基づいて、芋づる式に逮捕起訴されたが、無実を示すアリバイなど、重要な証拠が捜査機関により隠されていたことで、死刑判決から5回の裁判を経て、逆転無罪で確定した。裁判の経過。一審二審の有罪判決。1950年。 昭和25年12月6日の福島地裁による一審判決では、被告20人全員が有罪、うち死刑5人。1953年昭和28年12月22日の仙台高裁による二審判決では、17人が有罪、うち死刑4人、3人が無罪となったが、 裁判が進むにつれ、被告らの無実が明らかになった。第一審控訴審判決に対し、思想心情改装を超えて多くの支援者が集結し、1300名を超える守る会や大弁護団が結成された。主任弁護人であった弁護士の岡林達夫、 1904年から1990年、日本共産党員は、赤旗1950年、昭和25年3月15日号に、主戦場は法廷の外という論文を発表し、法廷では、でっち上げであることが毎日立証されているのに、新聞やラジオでは、 まるで有罪が立証されたかのような報道がなされている。ならばこちらも大衆の中へ入ることが大切だ、という趣旨の主張を展開した。この、主戦場は法廷の外は、松川裁判闘争のスローガンとなった。広津和夫の裁判批判。1891年生まれで、 松川事件の発生時には58歳だった広津和夫は小説家、文芸評論家として活動していたが、マスコミや政府の宣伝のために多くの国民と同じように思想犯罪であると思い込んでいたので、一審判決まではこの裁判に関心を持っていなかった。1951年12月に、 一審で有罪判決を受けた被告が、真実は壁を透かしてという文集を出版した。この小冊子を読んで彼は1952年春頃にこの事件に興味を持つようになり、1952年4月6日の朝日新聞に発表した、回れ右政治への不信ということで、 どんなイデオロギーの政治であっても裁判だけは公正にやってくれるものということが信じられなければ生きているのが不安でやりきれないと思う。無実の罪が警官や検事によって捏造されるなどということが本当にあるのかどうかそんなことは信じたくないために第二審はあくまで厳正であってほしいと思うと書いた。 広津は事件についての手記を中央公論などに発表するとともに、1953年には仙台に行って後半を傍聴し、現場を視察した。彼は裁判長よ勇気を改造、1953年5月。真実は訴える、中央公論。 1953年10月などを発表し、裁判が真実に基づいて公正に行われるよう裁判所と世論に訴えた。また、分子仲間でこの事件を問題視していた宇野浩二もこうして1953年10月の文芸春秋に世にも不思議な物語を発表した。 彼は第二審で第一審の判決が訂正されると期待したが、1953年12月22日の二審判決は、一審判決を微調整したとはいえ、本質においてそれを後付けするものだった。彼は判決当日に駆けつけた中央公論編集部の笹原金次郎に、 甘かったねと言って、同国した。広津は、この後、四年半にわたり、松川裁判批判を発表し続ける。広津や宇野の他に、吉川英治、川端康成、志賀直也、武者の路子寂奴、松本清張、佐田稲子、坪井栄ら、 作家知識人の支援運動が起こり、世論の関心も高まった。裁判批判に対するマスコミのやゆ調笑、裁判官からの攻撃。二審判決後、広津や宇野は判決批判の文章を発表し続けていたが、彼らの活動はやゆ調笑の対象として、 毎日のようにマスコミで取り上げられ、一時、広津たちは、四面楚歌のようになった。例えば、宇野が前に書いた文章に、仙台の法廷で見た被告諸君の目が澄んでいたと、広津のそれには、真実は壁を透かしての被告の文章に、嘘は感じられないなどという表現があったことに対して、 目が澄んでいるから無実だとか、文章に嘘がないから無実だとか、文子の頭はなんと単純で甘いのであろう。裁判のことは裁判官に任せておくのが良い。わかりもしない柄にない口出しなどをするから、とんだもの笑いになるのだ。というような記事を書いた新聞があった。これらのやゆ嘲笑は、 いずれも法定記録を一行も調べていない無責任な記事であった。広津はこのような調書は無視し、第二審の判決と法定記録を照らし合わせて、判決批判を書く準備を始めた。広津らの裁判批判を攻撃したのは、マスコミだけではなかった。裁判所側からの攻撃も激しく、 田中幸太郎最高裁判所長官をはじめ、幾人かの裁判官から、分子裁判、ペーパートライアル、人民裁判、などという言葉で裁判批判を否定する議論が公表された。このような攻撃は、広津が1954年4月号の中央討論から、 第二審判決を批判する連載を始めた後に、さらに激しくなり、法廷侮辱だなどとも言われた。田中孝太郎が裁判所の長の会堂で、訴訟外裁判批判は雑音であるとの訓示を行ったのは、1955年5月のことであり、広津は、私の書くものを雑音にしてしまったわけである、と、 この現象を10回している。広津は、これら裁判官の非難が、彼の裁判批判の文章を第二審判決や法定記録と対象して、客観的に観察した上での反批判ではなく、外部の者に裁判官の下した判決を批判されたことが、裁判官の面目に関わる。 怪しからん事態だと言わんばかりの、潜伏な避難であると分析した。家永三郎は、田中幸太郎のこのような姿勢に反論し、裁判批判の合法性、正当性、必要性を論じた。無罪判決へ。1959年昭和34年8月10日、最高裁は、 二審判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。検察側の隠していた諏訪メモ、労使交渉の出席者の発言に関するメモ、被告たちのアリバイを証明していた、使用者側の記録者の名から、の存在と、検察が犯行に使われたと主張した自在スパナ。 松川駅の線路搬倉庫に一丁あった。では、ボルトを緩められないことが判明した。1961年昭和36年8月8日、仙台高裁での差し戻し審で、被告全員に無罪判決。1963年昭和38年9月12日、最高裁は、 検察側による最上告を棄却、被告全員の無罪が確定した。判決当日、NHK は最高裁前からテレビ中継を行い、報道特別番組、松川事件最高裁判決として全国に放送した。無罪判決確定後に、 真犯人追及の捜査が継続された形跡はなく、1964年8月17日午前0時、記者転覆等及び同致死罪の控訴時効を迎えた。被告たちは一連の刑事裁判について国家賠償請求を行い、1970年8月に裁判所は、 判決で国に賠償責任を認める判断を下した。真犯人。捜査当局は、当初から労働組合員の犯行のシナリオを描き、周辺にいた少年を別件逮捕した上で、脅迫や拷問まがいの取り調べで自白を強要し、それに基づいて20名の被告を起訴した。また、 真犯人に関する目撃証言なども多数あったが、警察署の担当者は、むしろ真犯人を安全に逃亡させる協力をしたのではないかと思える動きをしていた。この事件は、人為的に列車を転覆させたものであり、真犯人がいたはずである。しかし、捜査当局が、 無実の被告を自白の強養によって逮捕起訴し、14年間の裁判で被告全員の無罪が確定したが、その間、真犯人は逮捕されないままに事件は時効となり、真相は謎のままになったため、真犯人や事件の真相に関する様々な説が論じられている。有力な説は、 日本共産党支持層であった東芝社員らの労働運動を弾圧するために GHQ や警察が仕組んだ暴力であるというようなものである事故直前に現場を通過する予定であった貨物列車の運休警察があまりにも早く現場に到着した点や事件後に現場付近で不審人物を目撃したという男性の不審死などの 不可解な部分があると言われており、これらをもとに暴略の可能性が指摘されている。事件から20年経った1970年昭和45年7月、中島達次郎が朝日芸能上で事件の真犯人であると告白、国会でも取り上げられたことがある。中島は、 キャノン機関のメンバーと共にレールを外した工作の経緯を詳細に語ったが信憑性を疑う見方も多く真偽は不明である。初代宮内庁長官田島道次が昭和天皇との対話を書き残した廃謁記ではちょっと法務大臣に聞いたが松川事件は アメリカがやって共産党のせいにしたとかいうことだが、これら過失はあるが、お仏を何とかしたというので、司令官が社会党に謝罪に行ってる、との昭和天皇の発言が記述されており、暴略説を裏付ける初めての資料と目されている。真犯人からの手紙。 1958年11月、被告側弁護団の一員だった松本全明宛に、私たちは現犯人と記した手紙が届いた。私たちは福島列車転覆事件を実際にやった私たち今、被告として裁判に付されている方々、本当に申し訳なく思います、などとあり、 事件に関わったのは7人で、名古屋3人、前橋2人、岡山2人にいるとし、さらに、事件には当時の共産係2名に関係しております、と記されていた。また、手紙が愛知県名古屋市厚田区から出されたことが封筒の裏面に記載されていた。 弁護団は、ジャーナリストなどとこの手紙を調査し、名古屋市厚田区の旅館で書かれた可能性があることを突き止めた。手紙の筆者は、年齢当時35歳以上、高等小学校卒、文章をほとんど書かない、肉体労働に従事、東日本出身、東北地方か北海道で、 若い頃から外国で生活していたという人物像が浮かんだ。事件当時、松川駅の方から歩いてくる9人の背の高い男が目撃されており、日本泥棒物語で映画化。真犯人からの手紙の人数と一致し、手紙の信用性を決定的に高めたとしている。 手紙を受け取った松本は、これは本物だ、と第一印象を述べている。推理小説作家の推理。高木明光は、松本全命宛の手紙を真犯人からのものと断定。事件は命がけで、硬い動詞的結束が必要なこと。文章には、軍人的硬さがあることから、 シベリアからの引き上げ者で民主化グループに強い恨みがある者たちと考えた。高木は文章中二箇所ある日本人としてという言葉に注目し、犯人は帰国した日本が石化目前に見え事件に関与したが無実の人間が死刑になることから日本人としての良心が 手紙を書かせたと推理した。慰霊と記念。松川記念塔時効を迎えた1964年8月16日午後2時から、事故現場から約150メートルほど離れた線路脇で合同慰霊祭が開催された。この慰霊祭には、捜査関係者や遺族など、 約100名が集まった。またこの慰霊祭の後、午後3時から同じ場所で慰霊塔松川記念塔の建設着工式も開催された。発生60周年記念全国集会。2009年10月17日から18日、松川事件発生60周年記念全国集会が、 福島大学で開催された。集会スローガンは、松川の教訓を生かし、次世代に伝えよう。主任弁護人だった大塚和夫弁護士は、被告となった20人は、事件がなければそれぞれの生活を過ごせたはず。当初からの弁護人としては、それが残念でならない。元被告の一人は、 一二審の死刑は自白返帳の結果だったと思う。どういう形で自白があったのか、事実を正確に発言していきたい。と述べた。述べ二千人が参加。松川事件研究所。福島大学は2010年5月12日、松川事件研究所を開設した。 松川資料室と連携して研究する。研究テーマは、松川事件の背景と実相、松川裁判、松川救援運動、出版報道の論調、戦後の経済復興政策と事件との関連、新旧刑事訴訟法判決の分析、 支援運動での文化人の役割なども研究予定。2012年度に事件がテーマの授業も行う。当事件の関連資料のうち400点を福島大学が国際連合教育科学文化機関の世界の記録への登録を申請した。